悪空間研究の再開。それは確かに今の状況では反論も必至かと思われます。しかし時代につなぐための研究として悪空間研究は必要不可欠なのです。私たちはこの身をもって悪空悪用の恐ろしさを知りました。本件については我々ガーディアンズの他に同盟軍および、グラール教団の完全協力のもと、ご理解を得るためならば私はどこにでも赴き何度でも話しましょう。 ライア総裁もそうだけどさ、同盟軍のカーツ司令官や話慣れているからね。エミリアンももっといっぱい話す。なんでよりにもよって、あんなすごい人たち総動員の後、今のを聞いた後にあれを思い出すと、そういえば一つ気になってたことがあるんだよね。ガーディアンズはともかく同盟軍とかグラール教団とかには おっさんやうるすらさんも驚いてたし、夏目さんにだってそんな時間はなく。あら、あなた、ちょっとあんた、もしかして私に何か隠し、あらあら、言っちゃいけないことだ。全部言いなさい、今すぐに。喋ったこと、したこと、その他もろもろすべて。エミリアン、エミリアン、 何首を絞め、そうね。あれはマガハロに突入す。突然すまないね。君に折り入って相談がある。本来はエミリア君にも頼みたいのだが、決戦直前と。確かにエミル、プールもシャチュさんも忙しそうだし、 ユトは逆に張り切りすぎちゃう。君はビトルウィングの受付の。ああ、ちょっと話し声が漏れていたからね。可視化現象への対応策だ。お、そうなのがあるのなら、グラールにある全ての悪空間発生装置の力を束ねれば。全て？グラール中の全てはちょっと難しいね。 いや、大元になっている装置に細工をすれば、3惑星それぞれ回らねばならないが、その仕込みをすればあとはグラールに住む人々が生きたいという強い意志を。そうそう、みんなが助かる可能性が上がるんだったら、さと決まったら 猶予もあまりないんだし、急いで現地に向かいましょう。不しつけな質問だが、君も行くつもりかい？戦力、大丈夫大丈夫。これでも元々は同盟軍にしょ、それで夏目代表。ああ、まずはパルムの草原地帯だ。ふーん、同盟軍だね。 同盟軍が動いているという割には、打ち漏らしがあれば生き延びた子が仲間を集めてきてしまう。上の指導が足りない証こね。しょうがないから。あっと、ごめんなさい。淑女がケチらすなんてだ。ここの一番奥にパルム全体のあまりのんびりしている時間もないし。
状況だから誰もいないだろうなんて考えてるんだったらっていうふうに売るなら言うわね。うん、売るの真似よ。売る、まあ私は昔同盟軍にいたから。 貴様のご講説は聞き飽きた。 私はまだ返事を聞いてないぞ。イエスマン。その声の小ささでは懲罰者だ。私は質問を許した覚えはないぞ。タイ、イエスマン。私の目的は先ほど言った通り、この場所にあるわ。お言葉ですが、今日その近辺の原生生物。ほう、
私たちはたった二人、五体満足でここまでやる。和解した同盟軍を立て直した功績は認めてやらなくなる。休まん。返すことでもありません。要はこの先にいる厳選生物たちを蹴散らせば。そんな、ルメタルエンフェストまで呼ばれた。カーツ隊、この場は預けてもらう。何、作戦決行時間を少し延ばせというだけの話。休まん。よし、いい。さて、びっくりさせちゃってごめんね。とりあえず詳しくグラールを救うためなら、捨てた過去でも何でも利用する。Thank you.
はまたの機会だ、ダイ。私たちはまだ任務の途中なの。許可する。一体協働官はどのような任務？家族を守るという任務。そのついでに。差し出がましい質問でした。今そちらに。迅速ないい判断だ、大尉。詳細な情報、それと私はもう協働官ではない。軍事が以上で通信を終える。相手を倒すのでは。このことは絶対に他言無用だよ。バラしたらバラすからね。さあ、夏目代表の言ってた仕込みを終わらせ。この辺りは火山地帯に近いせいか。こちらガーディアンズ総裁ライアン・マルチです。ライア総裁、私たちなんかに直接。まあそうかしこまるな。大体の事情は夏目。今さっきガーディアンズの最大戦力をそっち、他の任務中だったから少し遅れるかもしれないけど、うまく合流して。話が早くて助かるわ。正直随分と時間もないみたいだし、それぐらいしか。さて、それじゃあそのWe'll be right back.
から次へとお客さんいっぱいね。人気あるのは嬉しいけど、ちょっと疲れたよ。ガーディアンズからの増援さんも全然来そうにないし。誰が来そうにないって。あ、まあいいや。それよりあんたたち、ちょっとだけ伏せと。ギリギリ間に合ったってとこだな。その顔。あんたたちリトルウィングだろ。ルミアが世話になったって聞いてる。あ、そう、そうだよ。そう呼ばれるのは苦手なんだ。あら、謙虚なのね。謙虚というよりうんざりしてるだけだよ。俺一人でやったってわけじゃないのに。何を言っても、形を知ってのは必要な。カレンにもそんなこと言われたよ。原始の巫女と同じようなもんなんだ。カオット、話が逸れちまったな。事情は地図によれば。待った、様子がおかしい。やれやれ、なんとかなったか。最近はあまり活発に活動してなかったって聞いてたんだけどな。悪空間の発生による影響かもね。グラールのあちこちに出
厄介なもんだな、亜空間ってのは。でも私たちは今亜空間発生装置を。それって大丈夫なのか。使えるものは何でも使わないとグラールが終わっちゃうからね。亜空間だけじゃないわ。英雄と言われても今の俺にできることは。随分と英雄って言葉が嫌いになっちゃったみたいね。でもね、お兄さん、忘れちゃった。あなたが代表してそう呼ばれているのなら。おう、ごめんなさい、ちょっと説教。いや、そういうのじゃない。そういうことを言ってくれる人はほとんどいなくてさ。時間が元あれば。そうだ、私のお店ができたら遊びに来てほしいね。英雄様一名ご案内。その声には答えなくていい。さあ、そうと決まったら何としても作戦。はあ、さすがに三惑星目ともなる。でもタイムリミットがあるからの。通信、総裁から。兄さん、聞こえてるか。リトルニューデイズの亜空間発生装置について動いてくれていた。ニューデイズのことは任せてほしいと言っていたから任せていたんだけど、念のためにこっちからも護衛を送ってあるから大事はないと思う。こっちから送った護衛。ああ、ちょうどあんたみたいに遊撃か。あ、それってまさか。そんなのんびり話してる時間ないよ。そうだな、グラール教団についても護衛についても全くインターバルもなしなんて俺たちも大した。は、最近レオと飲んでばっかりなんだろう。そのツケが今来た。はは、手厳しいことで。二人とも三惑星またいで、しかも時間制限ありで。ま、俺も結構きついけど。さ、行こうぜ。地図の座標から考えればそんなに離れてはいないはずだ。
が嬉しくない。さすがにこの量はきついな。しかもまだまだ出てきやがるし。過信してる場合じゃないのよ。まだ奥に。このままじゃ自利品って感じだな。こっちは全員決まっている。迷うことなく突き進む。その声は不甲斐ないな、イーサン。この程度の数で音を上げるなんて。カレン、ライア総裁の言ってた声ってのは。ああ、教団の人間はすでに退避させてある。それで急ぎ戻ってきた。どちら様ですか。ああ、こいつはカレンエラ原始の巫女だ。もっともすでに何の意味もない方。それは私ではなくミレイの姿かもしれないけどな。それより私たちにはやらね。そうだった。まだこの後に等しく。ため息なんてついてどうした。私はお前をそんな日を。ずいぶん昔の話だな、そりゃ。あら、ガーディアンズも結構厳しい。違う違う、カレンが特別ひどいだけだ。あの頃は口を開けば俺もヒューガも。それは初耳だな。今度詳しく聞かせてもらおうか。まず。それに彼にも英雄と呼ばれているものと。
終わったな。この分ならなんとか間に合ったってとこ。違うね、これはただの仕込み。一番グラールに生きる人たちが強く強く。それってグラールに生きる人の意志を統一させるってことか。でもそれができないと、そもそもマガハラに突入だ。グラール全体の意志か。なりふり。おいカレン、どこに行くんだ。グラール教団だ。いざ。グラール教団って、お前まさか。グラールのみんなへ向けて呼びかけなければならないんだろ。一度捨てた名を利用するというのは少し気が引けるな。カレン、その話ガーディアンズもかませて。ライア、それに勝つ。グラールの人、あんたは紛れもなく固有と競争、その重そうな英雄って方だ。ライア、行こう、イーサン。そして共にグラールへと呼びかけ。ああ。さ、そうと決まったらキメキメ動きよ。私は報道を抑えるから、ハーツマン会見長、そしてリトルウィングのお二人さん。了解です。そんなことがあったんだ。確かにあんたが部屋に戻ってくるの、ずい。話の中でちょっと何かしら。同盟軍のカーツって総司令官はどうして聞き分けが良かったの。それはね、なんでよ。いい、エミリアにあの時のこと。ちょっと、そこの二人、どうほっぽっ。あらまあ、おっかないわね。それじゃ、行っちゃった。うまくかこつけて何度聞いても全然教えてくれないんだよね。その様子なんか怪しい。あ、こら逃げるな。まだまだエミリアには早いわ。